工夫して人とか植物もみんなほらお顔の色とかさ白とかさ黄色とか黒とか髪の色もさ金髪とかね黒とかいるよね茶色とかでいろんな色があってみんな OK なんだよねこの地球ってで今世界のどこかでちょっと戦争してるじゃない戦争してるけどそんな時ちょっと私は悲しい気持ちになっちゃうんですねでもみんなが笑顔で豊かに暮らしていけるにはどうしたらいいのかなって考えてるんだけど何かいい方法思いつく人いますかどうしたら笑顔で楽しく暮らせるかなみんながあけちゃんあけちゃんなんだろうなんだろうまずはなんだろうねまずは笑うとか笑うとね心が良いもんねうんあとなんだろう笑顔になるにはじゃあどうしてもさ私も笑うと思ったんですけどダメだよ自分に触れないと思わなかった私が感じたのはやっぱりお互いを認め合うことかなって思うんですよねまず自分のことを好きになってそしたら相手のことも大事にできるのかなってそれってこれお日様がハート持ってるんだけども愛なのかなみんなの心の中に愛があれば争い事っていうのが減るのかなって思いましたはい、素晴らしいじゃあこのコロナが教えてくれたこと文フーファティマエ・ヨシコ演奏分け合いみんなで仲良くしてねって大人は言うけど本当はねそれは大人にも難しかったりする人はみんな違うからお顔も背の高さも考え方もお家の大きさもテストの点も自分と違うと違うことは悪くないのに悪いことって思ってしまうとき意地悪くんが心の中に生まれる心の中で意地悪くんは言うあの子嫌いだいじめそんな時君は意地悪くんにこう言ってほしい違うことは個性って言うんだ素敵なことなんだよってそれからね、今世界はコロナという病気でみんなが苦しんでる。病気になった人には優しくしてあげるべきなのに、コロナにかかった人を仲間外れにする人がいる。それを聞いてみんなはどう思うかな？と感じるかな。どんなに気をつけてもかかってしまう時もあることを知ってほしい。だからいつ自分や君たちの家族がコロナになるかもしれない。
時お友達に冷たくされたらどう思う？悲しいかな、嬉しいかな。自分が人にされて嫌なことは人にするのはやめよう。これはとってもシンプルなことだけど、実はすっごい大事なこと。もう一度言うよ。自分が人にされて嫌なことはするのをやめよう。君たちの心にもし意地悪くんが入ってきたら、君は意地悪する自分のことが好き？と自分に聞いてみよう。意地悪して楽しい気持ちになる子なんて本当はいないから。自分の心の中の意地悪くんに仲良しになってもらおう。差別をなくそうと大人の言葉では言うけれど、それは子供にはちょっと難しいかもしれないね。だから君たちにはこう言いたい。自分のことを好きと言えるように、自分のことを大好きと言えるように。意地悪自分のその子はきっとその時の自分のことダメな子って分かってるから。ダメな子なんて誰もいない、誰もいないんだよ。みんな大切な命、みんな素敵な子供たち、それを信じてほしいんだ。世界は今よりずっと平和になる。戦争もきっとなくなる。だから安心して大丈夫だからね。聞いてくれてありがとう。君たちの未来が明るく輝き、優しい光に満ちますように。おしまい。うまくできるか分かんないんだけどやってみるね。だから一斉のせいって言ったらこんな感じで、自分で自分で始めるじゃあ準備 OK かな。じゃあママさんもシャッターチャンスですね。はい、いきますよ。一斉のせい。